はい、続いて第2戦イエイというわけで、現時刻、まあ、90分第1戦目が終わったところが、11時50分でございますけれども、比較的ね A タイプは昨日のデータがめちゃくちゃいい。昨日良かったっぽいですね。すごい ね昨日のデータを見ながら、まあ、もちろん、ね、本日のバトラーは台を選ぶわけですけど、 A タイプはかなり入ってます。特にジャグラー系で、あとはクロス系がね1台ずつしっかりね、こうローテーションで入れてきてるような癖があるから、だからね連続で出てるのは今のところないか、まあ、その辺を考慮して僕はね台選びしたんですけれども、一応ね1戦目のジャグラーを選んだアメさん、花火を選んだ浅田君 で実はここだけなんですよ、花火狙い台が被ってて、だから僕は浅田くんが花火を取ってたので、バーサスを取りました。バーサスの末置き。今回は、はい、どんな感じでしょう。私の方は、まあ、朝オープニングの方でも言ったかな、クレアの秘宝殿3の方の角台を取りました。私の方は上げ狙いで取ったんですよね。もう90分なんで、今度細い腕なんですけど、まあ、踊りの腕次第かなと思ってますんで、タクシー酔いは大丈夫、タクシー酔いはもう大丈夫ですね、影響ない、影響あったらまずいですね。いやー、まあ、知っての通り今のところアドバンテージとして我々 ITP チームが1勝中と、でここで今回負けたらもうあれ残念ながらアンカー勝負を残さずしてITP チームの勝利が確定してしまう。だってマスゲームしたくないんですけど、ITP チームがもしこの我々の対戦で負けることになれば、イクア TV 敗北が待ってます。でもね、まあ投資やめてとかはやりたくないんで、私の方も頑張ってとにかく1ゲーム分でも多く回して、で1枚でも多く出したいという気持ちの方が強いんで、ちょっとここはもう完全に力勝負になるから力勝負かなと思ってます。はい、どうも、ゆかわ TV の金田久遠です。こういう風にマイクをつけて実践するっていうのは初めてなんで、ちょっと、ね、よく分かんないことに喋ってるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ね、先ほどまで自分で打ってた台そのまま引き継いで打っていきます。129ゲームスタートです。合算の方はもう155分の1、まあ実際のところは、まあ、設定1ぐらいやつなんですけど、まあまあ朝一とか結構ガッて出たんで、それを期待してちょっと打っていきたいと思います。ではちょっと打っていきたいと思います。結構早めにボーナスとかが引けるとちょっと嬉しいかなと思ってます。一応このクレアの秘宝殿3の方は私本日は初打ちになります。まあですけど、今朝から90分ぐらいちょっと触った感じ、まあそれなりにまあ大体のやつは分かったんで、まあいけるかなと思います。そもそもクレアの秘宝殿自体は結構パチソロ始めてすぐぐらいに1が出まして、それ以降結構1の方でよく打ってるって形になり、1の方は結構よく打ちました。で1で、まあ、なんだかんだ結構楽しくて、で、まあ、A タイプという台をこの台が面白さを教えてくれたっていう、私にとってはすごい結構思い出の深い台になります。とりあえず、まあ、何はと思
れ飛行伝なんでチャンス目待ちなんで、チャンス目引けるまでちょっと頑張っていきたいと思います。よっしゃ行くぜ、ついに出番が来たぜ。今のところまだね117回しか回してないんですけど、1回ビッグ引いてるんで、僕はこちらのバーサス、このバーサスの400番台で勝負したいと思います。やったるぜ。もう必ずね、まあどんな手使ってでもプラスで終わりたいね、どんな手使ってでもプラスで終わりたいね、どんな手使ってでもプラスで終わりたいね。1回ビッグ引いたらめっちゃゆっくり回すとかね。まあ実はオープニングではあの正々堂々とやるみたいなこと言ったんですけど、ちょっとそこはね勝ちにこだわりたいっていうね。まあ言いましたけど、言っても90分なんで、とにかくチェリーをこぼさない、スイカをこぼさない。でこちらバーサスはね、チェリーの場合必ず予告音になるんで、3連とか狙ってもいいかななんて思ってたんですけど、早速予告音、はい、350枚90分対決ってあんまりね聞かないですけどね、まあ、いろんな企画とか雑誌の付録の DVD とかで見ますけど、基本やっぱ短ければ短いほどもう運任せなんで、子役も基本普段はねカウントしたりしなかったり僕はするんですけど、今日はちょっとしないで、えいほら、今後もね、ただまあスイカは絶対こぼさないようにするのと、チェリーは予告音のみだね、フォカバーしていくというわけで、うりゃ、でまあ、あのバーサスこの店全部で5台あるんですけれども、まあさっきちょっとねお話ししたように、昨日とにかくねついてる台が多いんで、今日どうなのかなって感じなんですけど、いやちょっとそろそろ1回目を引きたいよね。その90分でさ何回引けるか分かんないけどさ、10分に1回とか引きたいよね。9発かそれで理想はそうだよな。はいどうも、現在6本投資してますけど、チャンス目とかは来るけども当たらないという状況が続いています。 A タイプはこれが怖いですよね。ね、まあ天井もないですし、のんびりとやっていこうかなと思っています。ちょっと苦しい展開になってますね。どうかなと思うんですけど、この波がずっと続いてくれれば言うことないんですけどね。もうこの30分、もう30分だと、もう30分経って30分間ボーナスなしで投資を続けている、これでやっとチャンス目かな、やっとチャンス目ですね。またこっからボーナスを来てくれということで、せめて高確率、やっと特訓、ここでこう、滑りリプ、あれ目押しミスったかな多分これ
入ってますね。矛盾、公約矛盾ですね。ごめんなさい、確定です。ようやく当たりました。負け。レギュラーですけど、レギュラーですけど、当たりは当たりです。とりあえず、とりあえずようやくボーナスが1回引けてちょっとホッとしてますけど、まだまだマイナスなんでちょっと頑張ってビッグが引きたいです。11本目いきます。ハマっております。開始40分、もう間もなく半分折り返しになろうかというところで絶賛現金投資中です、うん、さあまずいぞ、どうすんのこれ。投資12本目になっちゃうよこれ。マジかよ、予想と全然違う展開になってきたぞ。さあ一度も引かずにここまで来てしまったので、まあ大体今の時点で半分ぐらい過ぎたのが、45分で半分だから、そうだな、前半戦折り返しちゃった、やべえ、どうしよう、前半戦ノーボーナス、まあいいか、1勝1敗にして相手をねしっかりと引き分けにさせておいてからのアンカー対決ということで、まあ多分クオン君はね 1,2 回は引いてるでしょう。後半戦とりあえずピック3発目指します。はい、もうレギュラー1回引いて以来当たりが来ない、もう笑いしか来ない、笑いしか来ないよ、もう無理だよ。なぜ朝、なぜ朝の引きが今できない。俺ガイドするのもあり、ありだな。やったー、ナイスビッグということでね、挟んで子役外れ目からチェリー追加、チェリーここ押して名前入りしちゃったんで、残念ながらあの1回目のリーチ目見せることできなかったですけど、投資が14本で止まりました、ありがとうございました。はいはいはい、まさにこっからですよ、まあこっからはね、もうあとはえい、この持ちメダルでね、なんとかつなげたいんですけど、もうこれ以上ちょっとね追加投資してもまくることは絶対できなくなっちゃうんで、まあこの14本目で引いたビッグボーナスの RT でいかにつなげるか、もうあのまま打っててもラチが開かないんで大移動しました、勝負に出ました、ただいま打ち始めて数ゲーム、まあ、初め3ゲーム回ってたんですけど、5ゲームでチャンス目引いたところです。これはこれでちょっとでもちょっとでも稼げれば、はあ、楽勝です。はい、まだダメです。とりあえずこの台で頑張って勝負をかけていきたいと思います。忙しいですけどチャンス目はいっぱい来まして、また2回目のすぐですね、高確率です。
ここで外れたら当たった当たった、ようやく当たりました。見て見て、当たりました。ようやく当たりました。ビッグビッグです。ようやくビッグよう。さてで、ボーナスなんで、とりあえずこれでボーナスなんで RT が RT がついてきます。おそらく入ったと思います。赤で外れてるんで、おそらく入ってます。これで入ってなかったらどうしよう。入りました。バケかい。まあレギュラーですけど、レギュラーですけど、ボーナスが続いてくれました。2分くらい、やべえ、飲まれた。250回だ。いやー、で今投資が16本なんで、これ17本目、ラストチャンス。もうマジでガチでラストチャンス、やべえ。ただもうこの究極の泥試合をね、最後ワンビッグでまくって終わるっていう俺のシナリオがあるんで。よし、 OK。 あーダメ、チェリーか。最後に一発引いて終わるよね。実戦終了。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。丸々90分戦ったわけですけれども、第2戦、1勝1敗のアドバンテージがあった状態で、我々のちょうど中間戦に当たるんだね、第2戦で。そうですね、第2戦ではね、やっぱね、引き分けの状態でできればね、アンカーにつなぎたいなっていうのがまああったんですけど、それはまあそれでね、普通的な問題なんで、個人的には、ね、勝つつもり満々でやってました。まずじゃあ、どうしますか。バーサス打ち切りまして、投資が17本となります。これは最終的に出玉は今後と実践結果聞いてから言おうかなと思って、個人的には投資が17本で回収が少しできましたという感じでしたね。続いて結果だけじゃちょっとよろしくお願いします。はい、私の方は初めクレアの秘宝で3の方を打ちましたけれども、そこで15本使ったんですよ。残り30分というコールを聞きまして、もうこれはこの台は打てないと思いまして、大移動しました。2つ、3つぐらい隣のクレアの秘宝で2の方を打ちましたよ。あんま変わんねえ。あんま変わんねえ。変わらなかった。そうで、最終的な投資金額を聞いていいですか。は17本です。17本、はい。嘘、本当に17本。合わせたわけじゃない。はい、合わせたわけじゃなくて本当に17本です。というわけで、現時点で投資金額は全く一緒ということですね。はい、そうです。まあ泥試合には変わりない。究極の泥試合になるか、もがけたかの差ですね。最後じゃあどうしようかな。試験発表は、回収の枚数は、1人ずつ出まして、同時に一緒に出ます。一緒に言うか、下一桁から言って、下一桁からですね。あ、そうしようか。私も多分会長あります。はいはい、はい、OK です。じゃあ俺、私17本に対して投資の1の位が3でございます。私の回収の1の位は0です。あ、ここはあんまり重要じゃない。で、10の位ですね。10の位僕は5です。私の10の位も5です。全くの引き分けあるから、ね、ガチ絶対ないって想定してたんだけど、だからこういうルールになったけど。
全くの引き分けがある。その場合どうするかはちょっと後で考えます。一生いっぱい一分けになる可能性が。さあじゃあ、はい、100のぐらいいきますか、はい、100のぐらいは同時にいきましょう、はいはい、100のぐらいはせーのでせーの0、負けたなんかすっきりとした残念ながら、赤敗ですが、まあ、勝者クオックです。ありがとうございます。どうだった最後。ちょっとね、最後のドドン30分でもう、ね、ミシック とレギュラーがボンボンって連続で来てくれたのがちょっと最後の勝敗を本当に分けたんじゃないかなと思います。まあ我々はプロレスでいうともセミファイナルなんで、ファイナルにつなげたのかという感じでした。ファイナルでね、もう完全なプラスのねガチンコの殴り合いを見せていただきたいなと思います。お前が言うなよですよ。